千秋、ここに住むのどうかしら。大好きだった父を亡くし、悲しみに暮れる母と私。引っ越し先のポプラ荘で出会ったのは、あんた秘密守れるかね。あの世に手紙を届けるのさ。本当？私も手紙書くから、おばあさんがお父さんに届けてくれる？ああ、構わんよ。やめてほしいんです。かえって千秋の心を乱すようなことになると思いますので。お父さんどんな人だったの？人を助ける仕事してたの、母さんが言ってた。いつか千秋が大人になってもう大丈夫だとそう思える時が来たら、本当のことを聞いてもらいたい。バカだね、お母さん。少しだけ。ここにいらっしゃってる方はみんなおばあさんに手紙を預けた方ばかりなんです。みんな助けられたの。何度も何度も書き直す手紙、思い出が気づかせてくれる大切な今。よし、私たちは涙を綴って笑顔を取り戻す。ポプラの秋。